高和観音地図高和観音は、静岡県熱海市伊豆山にある観音像。また、同観音像を祀る宗教法人礼拝山、高和観音。日蓮宗から分かれた、北華宗囚人門流の系ではあるが、高和観音はこれにも属さず、日本で唯一の独自の歴史と祭祀を持った独立した寺院である。創立の趣旨から宗派を問わず、参拝客を受け入れている。 また、講和観音は、創建者、松井岩根大将の賛同を得て、三重県大和市金剛寺、奈良県桜井市連大寺、富山県入前町用寺市寺に現存するほか、中華民国、大国にも送られたことが知られている。1937年7月に勃発した、品事変における、上海派遣軍司令官であった、松井岩根陸軍大将が、 退役後の1940年、日志領軍の戦没将兵を、恩親平等に祀るため、資材を投じてこの地に、聖観音を建立した。観音像は、松井岩根が転戦した南京周辺地等の戦場の土を材料として作られた。同年2月24日には、芝蔵上寺、大島通る水槽上多長屋の名士を集めて、海岸式が行われた。なお、 松井大将はこの近くに世を建てて住み、毎朝青山に登り、観音業を挙げていた。現在の講和観音は、上記の品事変前戦没者のほか、特に書位、永久戦犯として処刑された7名の遺骨が埋葬されていることで知られている。そのわけは次の通りである。1948年12月23日、極東国際軍事裁判において、 いわゆる永久戦犯として処刑された松井岩根、東条秀樹等七人は横浜の久保山家相場でダビンに付された。遺骨会のほとんどは米軍が処理したがこの遺骨を回収しようと考えていた小磯国明の弁護人三文字将平は面識のあった公前自住職の市川優に相談した。同年12月26日深夜市川優住職と 日田義美みか場長らは、密かに、骨壺一杯いっぱい分を集め、翌年5月3日、松井大将ゆかりの講和観音に持ち込んだ。当時の住職、伊丹忍の氏は即座に7人の異国会と直感し、時期が来るまでとこれをかくまい、ようやく1959年4月19日、吉田茂元首相室による七死の日が立てられ、異国会はこの下に埋葬された。なお、 愛知県発群三金山にある純国七死母は、1960年に、高和観音の七死骨から皇后一画分を分骨して埋葬したものである。現在は、A 級戦犯の軽死者七柱に加え、BC 級戦犯の軽死者901柱、収容中に病死、自血、自己死、死因不明等で亡くなった。 a b c 9戦犯百六160柱を合わせた1068柱の、供養費、大東亜戦争戦没戦士母大も混流されて、同戦争の全戦没者を祭り、小さな安国神社とも例えられている。平成10年より、伊丹安明が、おし令市長女全住職名徳にの養子となり、事務運営をしている。現在は明徳の妹明清が安明の補佐を得て、住職を務めている。 講和観音には、お墓や団家というものがなく、広く、一般からの支援に頼っている。ご自支援団体は1942年に設立され、主に地元熱海の信者たちにより守られてきた講和観音法参会である。なお1994年設立された講和観音を守る会は、陸軍士官学校58期生を中心とする。 有志で運営されていたが、会員の高齢化等により、講和観音を守る会は解散に追い込まれた。なお講和観音の金銭不正疑惑等は、平成26年2月、静岡地方検察庁の捜査により、事実無根であるとの結論が出ている。ウォルトン・ウォーカー中条は、1948年8月に、ロバート・アイケルバーガーの公認として、 日本占領軍である第8軍司令官に任命され、東条秀吉ら A 級戦犯7名の公主刑、仮装、遺骨の扱いに関わる執行責任者を務めた。その後、朝鮮戦争では、米軍司令官であった。東条秀吉ら公主刑の執行からちょうど満2年後の、小月命日に当たる1950年12月23日深夜、中条は、 第一線視察の途中自ら運転していたジープの操縦を誤り事故死してしまった。ウォーカーが落命した時刻までが一致したので、周囲が七死のたたりと思ったのも無理はない。中将の副官は、友軍の韓国将校の意見を入れ、講和観音に七死の墓があると聞き参拝した。話を聞いた、伊丹しのぶれいは、恩親平等のもと彼らを温かく迎え、 ウォーカー大将の例を定徴に供養した。1971年12月、過激派東アジア反日武装戦線が七市の石踏み、大東は戦争巡国警視106や橋落葉被、高和観音像の爆破を試みた。七市の石踏みは破壊されたが、同化戦がショートしたため、大東は戦争巡国警視106や橋落葉被と、高和観音像は破壊を免れた。 なお、七市の石踏みは、その後有志の支援により修復されている。JR 熱海駅より、伊豆東海バス、湯河原駅行きで停留所、高和観音下車。徒歩。JR 湯河原駅より、熱海、伊豆山方面行きバスの便もある。ありがとうございます。